はい、こんにちは。今日は2022年茨城大学の問題です。問題はこちらです。放物線 y イコール 2x2 乗マイナス 8x プラス7の焦点の座標を求めようといった問題ですね。これは基本的な問題ですけれども、焦点ですね、これ放物線ですので、とりあえず平方完成するとこんな風になりますよね。ですので元の式っていうのは y イコール 2x2 乗ですね。これをこの式っていうのは x 軸方向に2ですね。に平行移動。平行移動。で、y 軸方向にマイナス1平行移動したものということですね。これが元の式で、これを x 軸方向に、y 軸方向にマイナス1平行移動したのがこれですよってことですね。ですので、元の式を考えると、y イコール 2x2 乗っていうのは、こういう放物線があるわけですね。で、そもそも放物線っていうのは、これの焦点を知りたいわけですね、焦点。ですので、これの焦点を知りたいんですが、そもそも放物線っていうのは何かっていうと、焦点、じゃあ P としましょうか。0P としましょう、この点。で、順線がここにあるわけですね。ここ P で取れば、ここマイナス P を通る、X 軸に平行なこの直線。で、そもそも放物線っていうのは、この焦点 P からこうどっか取ったときに、こっからのこの距離、この順線からのこの、距離ですね。と、この P からのこの点までの距離。これが等しくなるような点の軌跡ですね。どこを取ってもこうなるよと。つまり、じゃあこっからこの点取ったとしても、ここの長さと、こっからこう垂線を下ろしたこの長さっていうのは等しくなるよと。どこの点取ってもここの点と、この順線からのこの距離が等しくなるような軌跡っていうのが放物線でしてね。ですんで、じゃあ例えばこの放物線上のこの点を、じゃあ XY とすると、そうすると、つまりこっからのこの P までの距離と、こっからのこの順線までの距離が等しいわけですから、この距離っていうのは、三平方の定理から、こう、取ってあげると、これの2乗足す、これの2乗がこれの2乗ですね。つまり、x の2乗足す、y-p の2乗ですね。x 2乗足す、y-p の2乗が、ここの2乗ですよと。で、これと、ここの長さが等しいよと。ここっていうのは、ここが p ですね。ここの距離が p。そして、ここからここまでが y ですから、y 足す p ですね。y 足す p の2乗。ここの2乗とここの2乗が等しいよっていう式ができますよと。これを解いてあげれば、放物線の式が出てきますよと。で、これはっていうと、x2 乗イコール、これをこっち持ってくると、y プラス p2 乗マイナス y マイナス p の2乗。で、2乗引く2乗ですから、これ足すこれと、これ足すこれをすると 2y ですね。かける、これ引くこれをすると 2p ですね。ということで、4py ですね。x2 乗イコール 4py っていう式ができますよと。ということで、これが、この放物線の式ですね。つまり、これ y イコールの形にすると、y イコール 4p 分の 1x ですね。x2 乗ですね。y イコール 4p 分の 1x2 乗。これがこの放物線の式ですよと。で、この焦点 p ですね。この p が焦点ですよと。で、今回、じゃあこの式と、じゃあ元の式、これですね。今、これの焦点の座標を知りたかったわけなんですが、これとこれを見比べると、要するにこの p の値っていくつかっていうと、今回 4p 分の1が2になってるわけですね。4p 分の1イコール2なわけですから、p の値は8分の1ですね。ということで、ここの p の座標が0、8分の1の点だということが分かりました。ということで、あとはこの焦点の座標が分かったわけですから、これを x 軸方向に2、y 軸方向にマイナス1平行したの、移動したのがこれなわけですので、これを、移動させるだけですから、この焦点も移動するわけですね。つまり、0、8分の1、この点 P っていうのを、この点ですね。これを、これだけ平行移動すればいいわけですから、求める焦点の座標っていうのは、焦点は、2平行移動するので2になりますね。X 軸方向に2平行移動。で、Y 軸方向にマイナス1ですから、8分の1マイナス1ですので、マイナス8分の7。これが焦点の座標と、これの焦点の座標ということで求めることができました。以上です。ありがとうございました。